見ているだけでお腹が空きます。今日から鹿児島市の山形屋で全国各地の人気駅弁や美味しいものが集結した今年初めての物産展が始まりました。開店直後の今朝の山形屋の大祭事場、人だかりの奥に並ぶのは全国各地から取り寄せられた駅弁です。 JR 東日本八戸駅の人気駅弁、こぼれイクラととろサーモンハラス焼き弁当に、関西名物引っ張りだこ飯、神戸のステーキ弁当に、佐賀牛の焼肉重、全国各地の珠玉の味が目白押しです。さらには去年開通したばかりの西九州新幹線の駅弁も。訪れた人たちは所狭しと並ぶおよそ60種類の駅弁を前に目移りしながら買い物を楽しんでいました。去年来たらもう子供用の売り切れてて、それで今年はもう一番に来ようと思って、なかなか行けないところの買えるので、選んで買えるので楽しみだなとは思います。デザインがかっこいい。物産展では駅弁の他にも全国のうまいものが1000アイテム近く集結。栗の水分だけでホクホクに焼き上げた京都の和栗に、5日間焼いては寝かしてを繰り返し油を落とした本場博多の鶏皮、大阪で明治4年創業、大和煮一筋の老舗が手掛けるのは10種類の大和煮を詰め込んだいなり寿司。だしで炊き上げたご飯と大和煮のハーモニーはここでしか味わえない一品です。沖縄から初出店のスティック状の牛すじカレーパンはカレーパングランプリ3年連続金賞を受賞した人気の一品です。3分の1近くのお店が実演販売をしていて、出来たてを購入できるのも魅力の一つです。新しいものもあるって聞いてたので、一通り見て回って、あとピンポイントで良さそうなもの、もつ鍋のあれと帰って帰ろうかな。有名駅弁とうまいもの大会は今月10日まで山形屋で開かれています。いや、お腹が空きましたね。全国に美味しいものがたくさんあるなと思いました。